アメリカ人講師資金のワンフレーズ英会話へようこそオンロールというと続いて成功している向上という意味です例えば今年の契約をすべて上手に交渉してたりオンラインのビジネスの売上がすっごく良いことを表現するのにオンロールと言いますまた大きな書類だけでなく小さな 勝利についても使います。例えば、30分間家事をしていて、やりがいがあるから掃除を続ける場合にも、I'm on a roll と言います。質問があればコメントでお尋ねください。ご視聴いただきありがとうございました。